はい、本日は12月の、本日は1月の8日ですね。10年前の医療は現在の医療にあらず、医療というのは常に進化する学問であり、実学です。オミクロン株ね、ちょっと流行ってきましたけども、まずはね、感染対策はどこから移るのかということですから、オミクロン株がね、空気感染、エアロゾル感染と言われている中、換気と加湿、冬は換気と加湿、ね、もう常時加湿、換気扇、流行っている地域では換気扇をつけて、1箇所どこかね、5センチでも10センチでもいいから、隙間を開けておく、ね、で空気の流れを作るということで、感染確率が下がりますから、まあ、春までにはね、ピークアウトすると思われますんで、むやみに恐れることなく、まずは感染確率を下げる、人混みに出ていかない、換気と加湿、頑張ってください。それではですね、漢方薬の方の、アーカイブになりますね。風邪の漢方薬ということで、ご質問がありました。鼻風邪がひどくなり、耳鼻科で、軽い副鼻腔炎と診断されました。漢方薬を飲んでみたいのですが、そちらの病院では、鼻の漢方薬を出してもらえるのでしょうか。もちろんね、鼻風邪、ね、あるいは体の初期の風邪っていうのには、体を温めるような漢方薬、あるいは膿を排出するような漢方薬っていうのがありますんで、副鼻腔炎なら、まあ、小生流湯とか、そうですね、心外甲状糖とかね、いろいろとありますね。魔王母子最新糖なんかも初期の風邪としては効くとは思いますんで、いろいろとお薬がありますんで、来ていただいたら、またね、その方の症状に合わせて、お薬を出すようにします。ね、ぜひともね、この冬、ね、軽い風邪で、乗り切って、ね、なんとか、ね、春まで、体調を崩さずに、持ち、ね、自分の体調を維持していきましょう。それではね、時間を短縮いたします。よし、まあ、一応ね、何か好きなカードを選んでいただいた。選んでいただいたカードが、スペードの10、ということなんで、スペードの10を、ここ、方に入れます。スペードの10が入ったカード。さて、どこに行ってるかというと、